つの締め部屋へようこそ。今回はね、久しぶりに一番くじやってきました。はい、そちらのね、結果をご報告したいと思います。ドラゴンボールのね、一番くじなんですけれども、ドラゴンボール VS オムニバススーパー、はい、そちらの方をね、今回やってきました。でね、一応回数的には10回。今回のくじ悩んだんですよね、やるかやらないか。いやね、まあ私の動画見てる人ならお分かりかと思いますが、私はね、ほんとくじ運がないんですよ。はい、なのでね、ちょうどいい塩梅で残ってたらやろうかなと思ったんですけど、まあ、初日だったんでね、まあ行ったらね、ファミリーマートです、今回開催はね。で、今日行ってきたらね、開催店舗、まあ、近くに2店舗あったんですけれども、1店舗は普通に隠されてて、黒い幕 でまだ開催してなかったんですけれども、もう一つのところ行ったらありましたね。まあ、見た感じも一回も引かれてない状態、はい、だから余計悩みましたね。こんな状態で引いて俺の場合当たるのかなって、いや、すっごい悩んで、なんかね、そこでね、10分くらい悩みましたね。なんか弁当コーナー行って、なんかこう買おうかな、弁当買おうかなみたいな感じでね。で、悩んだ挙句、まあ、レジ行ってね、ドラゴンボールの一番くじ引きたいんですけどって言って、まあ、10回引きました。まあ、その結果をね、順番通りにちょっとご紹介していこうかなと思います。はい、まずね、1回目、ペリペリってめくったらね、出たのが、はい、こちら H 賞マグカップ、マグカップではない、キャンパースタックマグ、はい、こちらが出ましたね。これがまず一発目出ました。で、2回目、ペリペリめくったらね、同じの、はい、キャンパースタックマグ、はい、こちらが出ました。で、なんか嫌な予感するなと思って、ペリペリって3枚目めくりました。こちら J 賞タオルセル、はい、こちらを選びました。ちなみに今回のね、上位賞狙いはセルとトランクス、はい、であとセルジュニアが出ればいいかなって、その後ね、はい、はい、J 賞タオル安定ですね。5枚目、ペリペリめくりましたらね、じゃん、はい、来ました、 C 賞のゴジータ。いや、まさかね、私がね、運のない私がフィギュア引けました。はい、これはでかい、これは嬉しかったね。いや、ゴジータは狙ってなかったんですけれども、出ただけ全然ありです。はい、あと外れでもいいかなとも思ったんですけれども、まあ人間欲をかいちゃいますよね。もう一個出ないかなと思ってね、はい、 H 賞逆戻りペリペリめくりましたよね、はい、タオル、タオルなんですけれども、3枚目はね、ハンドタオルにしました。はい、このドラゴンボール柄だったらね、なんか普通に日常で使えるかなと思ってね、はい、メタルトレイっていうのが出ました。これ自分知らないんですよね、どういうやつなのか、初めてですこれ。まあ、ラインナップはね、ここにあるんですけれども、後で開封するときにもう一回お見せします。はい、で、残り2回で、まあ本当にね、あのフィギュアもう一回出てくれってすごい念を込めました。はい、で、ペリペリめくりましたらね、メタルトレー、はい、2個目、はい、やっぱ無理かなとね思いましたよ。
ペリペリって最後の一枚めくりました。念を込めて、ちょっとガチでね、念を込めてめくりました。するとね、出たのがじゃじゃん。はい、すごくないですか。 D 賞スーパーいい進路。いや、びっくりした。本当に出ると思わなかったね。めちゃくちゃ重いこれ。しかもこのゴジータとセットっていうのが粋だよね。こちらをね、2枚の板つな奇跡ですね。まさに神引き。いや、ほんといつもね、外ればかり引いてる私がね、久々に引くとこういう結果になるんですね。いや、これはめっちゃ嬉しかった。はい、いや、これはすごい重いな。これでかいし、これと比べても箱がでかいね。でもバイクで行ったんですよ。持ち帰るの大変でしたねはい、まあでもなんとか持ち帰ってきましたけれども、はい、こういう結果になりましたね。いや、まさに神引き。はい、ではね、この後はブラインドものタオル以外ですね、そちら開封して紹介していきたいと思います。はい、まずはね、 H 賞の、はい、こちら3つ開封していきましょう。ここのね、カプセルコーポレーションとレッドリボン分、はい、で開封していきましょう。はい、では1個目、いきます。せーの、お、やった、レッドリボン軍。レッドリボン軍出ましたね。こういうやつだ。あ、これはプラスチックか。デザインがいい。はい、はい、続いて2つ目、せーの、あ、少年悟空ですね。はい、少年期の悟空。これもこれでいいね、デザインが。この全員集合のやつですね。これもいいね、うん、ピンク色、うん、これはいいといった感じですね。はい、いや、カプセルコーポレーションのやつが欲しかったけど、レッドリボン出たしね。はい、じゃあ次いきます。メタルトレイ、こちらを開封していきたいと思います。ラインナップはこんな感じです。はい、ドラゴンボール完全版の表紙の絵だよね。はい、自分的にはね、これどれが出てもいいね外れないです、これ。まあ、とりあえずね、めくっていきましょう。はい、では1個目、せーの、お、あ、全員集合ですね。これも最後の完全版の最終巻の表紙絵、これはいい。あ、本当にメタルトレイ、うん、こういう感じだ。これなんか使えるね、小物入れかな。うん、いい、これ。はい、2個目いきます。せーの、あ、悟空とピッコロ大魔王です。はい、これいいね。やっぱデザインが秀逸。はい、といったね、ブラインドものの開封は以上です。はい、では早速ね、フィギュア開封して見ていきたいと思います。はい、まず開封したいのはね、こちら C 賞スーパーサイヤ人4のゴジータ。こちらをね、開封して見ていきましょう。はい、今回はちゃんとしたブリスターに入ってますね。まあ、今回っていうか、久しぶりに一番くじ引いたんで分かりませんけど、はい、いや、ちゃんとしたブリスターに入ってました。開封しました。
いや、これめっちゃいい。なんかこう、引いたものだからいいとか、そういうんじゃなくて、いや、本当にね、これできいいね。いや、かっこいい、これ。いや、でかい、しかも。やっぱりマスターライズだけあって。いや、でっか、これ。いや、すっげえ、これ。こちらはね、ちょっと後ほどカメラアングルを変えて見ていきたいと思いますんで、はい。次のスーパーイーシンロ、そちらを開封してみたいと思います。はい。こちらですね。いや、ほんとね、改めて見ても箱がでかい。これよくバイクで持ってこれたなっていうレベルですね。いや、これはすげえ。なんかすごい組み立てるパーツが結構あるんですけれども、はい、トゲですね、後ろの。では開封します。はい、ブリスターの状態。いや、これね、見た瞬間びっくりたまげだね。でっか、これ。めちゃくちゃでかいんですけど。いや、こんなでっけえ一番くじのフィギュア初めて手に取ったわ。まあ、後ろね、やっぱ穴開いてますけれども、いや、すごいこれ。じゃあ実際ね、もう開けて、溶けつけて完成させたいと思います。はい、完成しました。いや、めっちゃすっごい、これ。これもうね、決定版。スーパーインシンロンの決定版ですね。これはすっごいよくできてる。このトゲとかもね、すごい。でっかい。一本一本が太いしね。クオリティ高いなぁ、これ。いや、これはやばい。これはやばいね、ほんと。これはすごい。こんなでかいもんね。いや、すげえ。これは当たってよかったなぁ。いや、結果ね、結果論ではあるけれど、セルより良かったかもしれない、これ。ボリュームがすごいよ、これ。とてもね、ほんと、一番くじの景品とは思えないクオリティ。あのね、スーパーサイヤ人のね、彫像アートの悟空あるじゃないですか。あれ並みにね、市販品レベル。大きさといい。これすげえ。はい。これもね、後ほどアングルを変えてね、じっくり見ていきたいと思います。はい。この2体。フィギュアめちゃくちゃ奇跡的にね、ライバル同士が当たりましたけれども。いや、めちゃくちゃすげえな、これ。ではね、ほんと、アングルを変えて見ていきましょう。はい。ではね、ちょっとアングルを変えました。はい。早速ね、ゴジータのフィギュア、こちらをね、よく見ていきたいと思います。はい。こちらですね。いや、これはこれでね、いいね。想像よりはいい。一応ね、こう、間近で見るとこういう感じ。良くないですか？叫んでる感じ。ちゃんと口の中のね、造形もちゃんと作られてるんですよね。で、髪の毛がね、末端が赤で先端に行くに従ってオレンジになっていくグラデーション塗装。これはいいね。綺麗。
で一応ねこういう毛の部分とかあとこういう帯とかは薄くねシャドウ入ってます。はい、こういうね道着とかも薄くですけどシャドウが入ってます。ただね肌の部分がもうちょっとね濃いシャドウ入れてくれたらなとは思いますけれども、まあでもこれはいいですね、かっこいい。はい、はい、ゴジータ、いやこれはいい。はい、続いてね、イーシンロン、スーパーイーシンロン、こちらザザン、でっか、入らねえよいやこれはね言いますけれども、これは文句のつけようがどっこにもない、完璧。これはいやここまでねいいフィギュア久しぶりじゃないかな。いや市販品でもね相当上のクオリティ、うん、そんぐらいのやつが一番くじっていうのがねまず驚き。いやこれは凄まじいな。まずね顔がめっちゃ似てるんですよ、このスーパーイーシンロンのね、この悪い表情。いやこれめっちゃ似てるよ。でねもうここら辺もねグラデーションがかってるんですよね、なんか薄い茶色みたいなのと白い部分、すっごい使い分けてるんですよ、うまく。でここにねあドラゴンボール、うん、闇に染まったドラゴンボール、こちらがねちゃんと一個一個再現されてますね。でここのね腹のところもねブルーなんですけれども、これちゃんとシャドウ入ってるんですよ、濃く。めっちゃすごいこれ。いや持ってんのが辛いぐらい重っ、ずっしりくる。で後ろのトゲの部分もね、いやすっごいよこれ、一本一本がねほんと丁寧に作られてる感じ。後ろもね抜かりないね、造形が完璧。いやすっごいクオリティ、めちゃくちゃボリューミー。ただこのイーシンロンねやっぱりでかいだけあってね補助パーツついてないんですよね、うん、でもね完全に自立できてます、はい、むしろゴジータより自立できてるかもしれん、安定感ある、うん、いやこれめっちゃかっこいいスーパーイーシンロン初めてかっこいいと思ったねこれは当たりだな。いやめっちゃすげえこれ。いやこれはねもう完全保存版ですねこれ以上のスーパーイーシンロンが果たして出るのかっていうぐらいのレベル、うん、いやこれはねもうほんとねゲットすべきものですね。オークションやねフリマサイトでも売ってて買いだと思ったら買っちゃっていいと思います。これは実物を本当手に取ってみてほしい。実物はねもっと多分ね感動がすごいと思う。これは本当びっくりした。はい、ということでね一応回転台座回すけどこれ回るかな、イーシンロン。はい、まあ、最後はねいつも通り回転台座に乗せてお別れしたいと思います。今回は私神引きしましたという回でした。はい、ぜひねチャンネル登録まだの方はねこの機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
鎖解き放てば愚かな僕の積み重なる変えない